ウイルス検出におけるビヘイビア法に分類されるものはどれかあらかじめ検査対象に付加されたウイルスに感染していないことを保証する情報と検査対象から算出した情報とを比較する検査対象と安全な場所に保管してあるその原本とを比較する検査対象のハッシュ値と基地のウイルスファイルのハッシュ値とを比較する検査対象をメモリ上の仮想環境下で実行しその挙動を監視する。 この中でウイルス検出におけるビヘイビア法に分類されるものはどれでしょうか はい、いかがでしたでしょうか。答えはこちらですね。検査対象をメモリ上の仮想環境下で実行してその挙動を監視する。これがビヘイビア法ですね。このビヘイビアという言葉なんですけども、英語でですね、振る舞いとかですね、えー、と行為にあたる言葉ですね。なのでこちらですね。ウイルスはですね、えー、とまあ大体ですね、感染しますと大量のパケットを送るとか不正な書き込みを行うとかですね、まあ特徴的な行為振る舞いをします。なので、えー まずはメモリ上の仮想環境で実行してみてその挙動がですねおかしな挙動をすればウイルスではないかというふうに判定をしているとそれがビヘイビア法になりますでその他の選択肢なんですけれどもえっとですねこちらウイルスに感染したいことを保証する情報と検査対象から算出した情報を比較するこれはチェックサム法のことですね。そしてえ意図ねこれはコンベア法の比較 ことになります今回はビヘイビア法ですので、えー、こちらですね仮想環境下で実行して挙動を監視するねこれはビヘイビアというのが振る舞いとか行為だっていうことが分かっているとあ挙動って書いてありますからまあそのまんまということでわ、えー、かるんじゃないかなと思います、まあ、今回ビヘイビア法についてでした